うん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 。今日は夜食をいっぱい食べます。じゃあラインナップ紹介していこう。バターチキンカレーのセブンイレブンに何があった？金の豚角煮、辛ラーメンの牛乳とかチーズでやるアレンジのやつが佐賀くんがおらん時にアレンジして食べたらめっちゃ美味しくて、手料理。なるほどね。リッツとキリのチーズやろ、ほうじ茶オレ、紅茶ラッテ、混ぜて食べるモロヘイヤとオクラのネバネバサラダ、絶対うまいじゃん。口どけわらび、生ハム、バタースコッチが美味しいって聞いたので、じわるバター、あともずく、ドンキで買ったチーズハットク、あとこちら何それ、何でしょうか。パンはパンでも食べれないパンだ、小学生か。パンはパンでも食べれないパンは、じゃーん、トリュフバター、うん、何それ、2500円、どこ、せーの、いただきま す。チーズやばい、半分ぐらい入れた、いただきます。めっちゃうまいそれ、うん、うまうまい。え、この前チーズがカビ生えてて、チーズなしで卵と牛乳でやったら美味しくて、うん、今日は牛乳がちょっと足りひんかったけどチーズ大量に入れた。うん、うん、素晴らしい。めえ、結局深夜のインスタントラーメンが最強やわ。金のシリーズ初めて。いただきます。うんうん、冷えてるけど、これ気になるな。それめっちゃ美味しい。セブンイレブンのおかずのやつがめっちゃ美味しいの多いからよく買う。まずく、うん、え、これちょっとこれいこうよ、いこう、待てよ、待たれだな。一緒につけて、一緒にせーの、つけるってこれ、あ、バターのやつ、おお、せーの、いただきます、いただきます。うん、やめろよ。うん、うん、うん、めっちゃうまい。いより、なんかまろやかやけど、うん、トリュフの味する。美味しいですわ。もずく、タレ入ってるやつ？ポン酢かなんか。もずくは入ってます。ポン酢かなんか入れるやつあるじゃん。それはメカブ。うん、うん、うん、お餅。地味に結構これ好き。え、これ、うん、今日はこの動画撮りたかったから、朝起きて551食べて、ずっと我慢してた、ご飯。いっぱい食べたかったから。どう？また食べれそう。うん、食べ終わった何分後かに気づいて、やばい食べ過ぎたってなって、加減は知らなくていつもしんどくなる。ネバネバサラダ、これマジ美味しい。うん、今あれや、冷たくて夏っぽいもの欲してたわ。もずくもこれも体中にもう耳の穴とここのこう入っていくところに染み渡る。まあほんまに一番セブンイレブンがコンビニやったら好き。自分が上京したてもう爆食すごくて毎日こんなんやってるもん、うん、いや、その時に毎日毎日食べてたのがこれ。リッツの上にキリのチーズ乗っけて食べるのめっちゃ美味しい。もういや、知ってるよ。みんな知ってるよそれ。でもリッツの CM にもなってるのにさ、何を私が思いつきましたからテンションでさ言ってきてるの。ねえ、服も怒ってる、うん、みんな知ってるよ。ダッサ、ダッサよ、みんな知ってるよ。ごめん服、ね、みんなやってみて。リッツにトリュフバター乗せたら、じゃあでも毎日毎日リッツバカ食べてたら、うん、まん丸になっちゃった。で、あの妖怪が生まれたのか、プールから走ってくる妖怪が生まれたので、見て見て、ネイル、ネイル、これじゃないんだ。一回ちょっと思い出したい、初心に。キリキリキリ、武蔵石を思い出す。トリとリッツ、すごい服。美味しいけど、でもキリの方が合うわ。いや、まあそれは多分懐かしいが勝ってるからだと思うよ。俺全然うまいと思う。懐かしいのめっちゃ好きやもん。懐かしい話が一番面白いし。いや、懐かしい話して。分からんよ。何が懐かしい話めっちゃ好きやねんな。何言って、あの関西の話とか、うん、連れてってタコマッサ大阪へとこ連れてって、知らん、知らないよそれは。分かんない、だって俺大阪出身で。それが関西の人と分かる、懐かしいって喋るのが一番好き。呼吸できんぐらい笑っちゃう。何かそんな面白いか分からんけど、大分だと葛飾、葛飾の天気予報でした。あ、八つしかだ、淡路島のここらへん。そういう懐かしいのがほんまに面白い。生ハムとリッツとキリで食べればいいじゃん。確かに、天才ですか。生ハムとリッツとキリ、いいね。
お前歯の矯正入れるように口に入れんな、リッツ。辛ラーメンの方が辛いさマイルドやん、プルダックンより。けど辛ラーメンの方が私辛いですよみたいな空気感ないパッケージに。辛い。ごちそうさまです。これちょっと食べよう。口どけわらび、いただきます。わらびちゃん、おおおおおお、まだ食うよ、まだ行くよ。何が人気ないな。なんかやっぱダジャレみたいになっちゃった。いや、何が一番うまかったかな。ん、何終わろうとしてる。何が一番美味しかった。俺これ、うん、あ、お前またこぼした。リッツ、あ、もういいよ。リッツは黄金糖知ってる、レッグアンみたいな。そう、あの通天閣みたいな形でしょ。そうそうそう、黄金糖好きすぎて毎日食べてて異常なぐらい、1日1袋みたいな、うん、俺もだ食べてた。黄金糖好きすぎて熱出てる時も黄金糖ずっと食べてて寝ながら、うん、じゃあ嫌いになった。うん、あのもう黄金糖の袋とあの形見たらちょっと今けど黄金糖見ないよ。確かに、うん、いなくなったよ。ゆかかわんくなったからな。かな、そうだよ、支えてあげないと頑張った。そうだよ。最近なんかさハモるねんけど。いいじゃん、仲いい証拠じゃん。うん、俺けどいろんなやつとさハモるよ。お前だけじゃないよ、ハモるのは。ふくちゃんおいで、ふくおいで、こっちおいで、おいで、眠ねー、かわいいです。今日もお腹いっぱい。手つけてないやつはちょっとあの明日食べよう。こいつら絶対。一個前の動画 BGM 作ってみて。いいよね、ちょっとでも入れると、うん、BGM。 BGM 系 YouTuber になる。でも BGM あるだけで何かあった時に音切るだけでめちゃめちゃ面白いことだよ、そうだよね、見えるよ。ゆうかのあんな YouTube も低い編集の人にめっちゃ大げさにやってもらったらおもろくなるのかな。なるんじゃない。今度やってもらおうかな一回。じゃあ今からいただきます。ドドン、レッツゴー、キラキラキラーみたいなやつやりたい。んお、完食。すごいね、いいよ。お腹いっぱい正直。タリーズコーヒー、ほうじ茶リスタってやつがめっめっちゃ美味しかった。氷っぽくない、シャリシャリしてない、もう濃厚な抹茶シェイクの上にチョコレートパリパリ乗っかってんの、うん、めっちゃ美味しい。この前動画で話したようにさ、カエル入ってきたやん、まあ、虫よく入ってくんねんけど、この前カメムシ入ってきて戦ったからもうめっちゃ臭くて、くさーっと思ったら、この前洗濯物してたら、うん、なんかゴミくず洗濯機の中入ってると思ってパッて見たらめっちゃでっかいアリが入ってた、うん、早かと思ったらアリやった。ちょっと洗濯機物の中に入ってくるのはずずしいな、充電ないわ。ということで、あのまだまだ食べるんですけど、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。生理前やと思うから食べました。生理中以外は生理前なのでいっぱい食べていいことにしましょう。ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。